今からでも何かしてやりたいと焦ったが、すまない。私の独りよがりだった。その通りだバカ野郎、私の意思も聞かずに勝手に何かしてやるんじゃねえ。大志、子供にして連れ回すってただあんたがやりたかったことだろバカか。返事ははいだ。せめて口頭でコミュニケーション取れ。いい年した大人がやることか。はあ、こんなことする必要なんてなかったんだ。あなたが弁護士として働く姿は幼い私にとって十分に誇らしい宝物だった。あなたは昔から不器用で家を空けがちでやることが極端な私の大切なお母様だ。ドラエル君、